皆さんおはようございます。みなひろです。さあ本日もですね、新ガーデン八潮店様で収録していくんですけれども、たま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 じゃないもうたまたまじゃないですけれども、ペルペルも、オープニングに出させていただいております。同時収録ということで今回も、やっていくんですけども、はい、抑えました騎士は自分がまさか番長ゼロ初めてかな、多分まあとりあえず SAO スタートということで、はい、私がアナザーゴト派です。時計放たれし衝撃バージョン、はい、いつものいつものやつ、まあ、また見に行った時にハーデス引いてる、ハーデスまたゴッド引いてると思いますけど、ハーデスも引きますね。ハーデスも引いてる。いつもの温度、はい、よろしくお願いします。それではマックスベット押せ。さあということで取れました騎士はスロット SAO、 抽選番号めちゃくちゃ良かった方がカード代確保して20ゲームだけ回されてやめられていったんで、まあありがたく打たせていただきます。カード代スタート、結構番長ゼロ打つ機会が多かったんでずっと打ちたかったんですよね SAO。 先日かなりやれた回を配信しまして、設定守護路角で AL を入れてめっちゃ出した回があったんですけど、まあ、SAO のアニメは結構見てます自分、はい、一応最後の最新の SAO のアリシゼーションの完結するところまで見てますね SAO は。まあ、なんか茅山明彦を倒すところまでは3周見てますね。なんですけど、まあ、だいぶ忘れちゃってます、まあ、アニメは結構見てますよ自分、最近は江戸前エルフを見てます。視聴者の方におすすめされて、江戸前エルフめっちゃ癒されるからいいよっていうので、前まではあれだ、メイドインアビス、メイドインアビス全部見ました。滅日の黄金鏡まで。面白さで言ったら100点満点中98点。なぜ100点にならないかっていうと、ちょっとグロテスクなシーンが多いからで、打っていくんですけれども、月曜のみなひろ5つのテーマから1つに特化してお話ししていくと。今日チェリー、今日もちょっとボスバトル編をお話ししたいかなといったところです。やっぱボスバトルが一番面白いですからね、魅力が詰まってる。チャンスアップ。私以外に護衛が務まる者などいないことを知る。おい、そのまま当たる。72ゲーム強制一発当選。通常黄色ですね、ランプは。じゃあリズベット、チャンスの中は16ポイント貯めればチャンスを成功ですよという感じですね。で、6択ナビはナビされませんので、6択押し順はナビされませんので、6択を当てに行くイメージ。残念。おい、二刀流ランプ発光。一応もう通常時引いた場合はもう漏れなく当たってくれてるんですよね自分打った時は。超広角チャンス目、これは当たったでしょ。ここは当たるんじゃないですか。とりあえずよかったよかった。ちょ、早く SO に入れよう。はい、217ゲーム3回目の SO チャンス。青かさあ、チャンスアップに1個絡んでる。 OK、チャンスアップ、これもらったっしょ。 OK、 投資14本で SAO ボーナス、3回目のチャンスの成功。シングル投資14本でしょ。700枚も出さなあかんの。 SAO で700枚出そう思ったら結構ハードル高いですよ。
チャンス目ならワンチャン。スイカ一回だけ自分スイカで SAO のストック取ったことあるんですよね。だから相当薄いと思うんです。マジで1回しかない弱レア役は。さあ最後シティかグスシさん、今日の目標はボスバトル初戦全戦全勝。いつも負けすぎやからマジで。8ゲームよし。とりあえず最低保証は蹴った。5分の1でスイッチ目カットに出る確率がだいたい 2.3 分の1ぐらいですね。アスナカットインの時点で 70% 期待度 OK。 こんな突破者当たり前なんで。問題はラストアタックボーナスでキリトを持ってこれるかどうかの戦いで、中押しファーストエギル、これデフォルト。ゼロ、とりあえず 50% ワンゲージ削り。あいや赤対チャンスアップというか、ミネヒロ調べ確定。あぶねー、初戦突破。あぶない、あぶない、はい、行きましょう。で朝一なんでありますよ、ビーターモード。2ゲーム目で金カットイン入ればビーターモード。ここよし、あー火つくな。じゃあもう ALO まで目指そう。2ゲージ残す。あーダメだ、ダメなんですって。4ゲームじゃ倒せませんよあ、文句言ってすいませんでした。あの間違えちゃいけないのが、あのボスバトル初戦は解析出てますよね。あの2戦目以降は出てませんので、1戦目は突破しやすいってことは、2戦目以降はゲージ残ってるゲージ数、例えば残り2ゲージとか残り1ゲージの突破率は1戦目よりも難しくなってるというのが実戦上の打ってる感じのデータっていう感じにはなりますね。稲広調べ、あー危ねー、いきます。3ゲームとりあえずね。うなだれてんな、ちょうど叩きやすそうやな、その顔。あと一つ、おお、ちょうどいいな、そのくちばしへし折ってやろう。へし折れない、1ゲージ残し、もう祈りの大惨敵で、2ゲージ削ってる場合は青帯がデフォルトになります。赤ならもらったデフォで、ここ第三天使話した時にアスナがいたらチャンスアップ、あーチャンスアップ、アスナとキリトが切りかかればチャンスアップ、これデフォルト。ハットインがあったらチャンスアップ、でも最終ゲームアスナが参戦したらチャンスアップ。あぶねー、だいたい1ゲージとか2ゲージ残してても結構負けちゃうんすよ、2戦目以降って。でもなんとか あの渾身の耐えです。いきましょう、ボスバトルゲーム数4ゲーム。あーいいね、下向いてくれてる頭が、これまた叩きやすそうな頭ですね。エギルー出ろ、とりあえず、うん、1ゲージは削らんとね、マジで
行ける。たまには、たまには行こう。オーケー。とりあえず、オーケー。アスナ、70パー期待度。一応ラスト0ゲームでスイッチも引いた場合は、スイッチも引けなくなるまで継続してくれる。ごちそうさまです。残念。いや、まあ一応レア役の可能性ある。残念。2ゲージ削りました。青タイアスナでチャンスアップ。うえー、クラインカットイン、チャンスアップなし。きつい、さすがにきつい。終了画面デフォルト。お姉さんデフォルト。ただまあ SAO のゲーム性上 ALO の一撃性が結構機械割の割合を占めてるんで、結構6でも ALO 入れないとなんか2000枚出なかったとかが結構多いですね。 ALO 入れればその機械割以上にこう伸びてくれるんですけど、その全録するお店とかも 4台全録して1台マイナスで、もう1台は ALO に入れられなくてプラスの1500枚とかで、残った2台が ALO に入れて3000枚プラスと6000枚プラスとかだったんで、まあ、別のお店で10台全録にしたお店ではやっぱりその ALO に入れてない台はだいぶ苦戦してます。もうずっとなんかプラマイゼロラインで、その SAO すらやれなかった人はマイナスにいっちゃって負けちゃう。だから6は確かに当たりは軽いんですけど、結局やれるかどうかっていうのが AT なんで、 AT やれなかった台はもう余裕で負けます。マジで安定はするかもしれないですけど。あーびっくりしたな。もう二刀流ランプ光ったんでこれ当たりました。チャンス目、通常状態のチャンス目、これで3分の3通せ。うますぎや。いやー投資16本、もう結構きつい。もうエールを入れんとね。さあ当たりです。267ゲーム、はい、黄色。最後絶対勝つ、負けないに決まってる。やばいな、スワイプの下今リズベット1回、シリカ2回、高設定差のアスナが3回。まあ出ますけどね、アスナまでは全然、あの低設定の9ゲーム。ただここはもう通して当たり前なんで、ラストアタックボーナスまで取って、それでようやくうまくいったと言えることです。曲流れてる。1回のスイッチ目で全部削るおは、ここで強スイッチ目を引いてるかどっちかです。あ、全部削りました。うますぎる。だから1回のスイッチ目で全部削ることがあるんで、それ取ってました。いやー、でもうまかったっすね。8ゲーム残して突破です。で、まあこれも解析出たんですけれども、あれですね、ラスアタックボーナスの報酬の振り分けですね、内部的にレベル管理でした。ここにアイコン出ると思うんですよね。オーラまとってない、白、青、黄色ない、緑、赤、黒。でも一応白とか青でも全然切り通せの可能性はあるんで、そこはちょっと良心的でした、ね、そのラストアタックボーナスの昇格する確率も一応差がありまして、赤まではスイッチ目レア役いけば必ず上がります、ランクアップで。赤よりも先がマジで上がらん。スイッチ目引いて 25% かな、確か。切り通せを確定させようと思ったら赤まで上げてアイコン、その状態でかつスイッチ目の 25% を引く、
か、もういっそのこと恐竜薬とかからなんとかして持ってくるかっていう感じなんで、まあむずいっすね。うん、自分確か前の動画で最後のレベルアップチャレンジで赤の状態でスイッチ目引いたんですよ。でそれを2回やって2回とも上がらなかったんで、まあ、25% を引けなかったということですね。で、まあ、一応アイコンの色とランクレベルは完全リンクしているわけではございませんので、見た目上ここの色が青色でも内部的に3だからキャラの性確定の場合もあると。さあ行こう。13ゲームあります。ボスバトル。これを引くイメージね。中段にドコーン。とりあえず OK。 これでもう 40% 一応あります。ただキャラによって期待が変わってくるんで、エギルだとちょっと危ない。でもやる。エギルもたまにはやる。6打った方とかも結構聞くんですけど、当たりはめっちゃ取れるけど2戦目で負けちゃったみたいな。だからせっかく当てても150枚とかで終わっちゃうことが多いんで、結構ここが頑張りどころ。5-1、正確には 4.8分の1、なんならアスナのカットイン。 OK。 ごめんなさい、これブランクでもスイッチ目です。もう興奮しちゃって先押しちゃいました。あと1本、なんなら温存もしたいですからね。3戦目で使うんで。出ろ。これ第3停止ロックかかってスイッチ目の可能性あります。ない。あーうまい。0-100以上追加。とりあえず2ゲーム残して突破しました。で白なんですよ。白とかオーラなしで、完璧なのはここで強スイッチ目256分の1引くのが一番理想形です。強スイッチ目いけば2回以上疑似勇気でスイッチ目停止確定なんで OK。 とりあえず1回ね。で青色になりました。これで 50% 以上。見た目上これ青オーラなんでレベル2以上ですね。結構最後の最後まで気は抜けない。来た。誰。エギル。エギルは最初振り分けが出ます。300、これデフォルトです。で今左ファーストベル引いたんで、もう一回引けばいいだけ。大体 25% ぐらいあります、左選ばれる割合。これはもうゼロ式レバーオンって決まってます、自分の中で。300もありません。だからあの1回の引いてきたスイッチ目が結果的にこういう300枚の差とかにつながって、この300枚からまたボスバトルのゲーム数とか二刀流チャンスにつながってくるんで、積み重ねなんですよね。その積み重ねる出る感じが面白いから打つ。タイダー。7ゲームですね、ボスバトル。よし、オッケー。これ疑似遊戯のスイッチ名ですね。第3停止までフラッシュで、問題はこのレバーオンで疑似遊戯した次のゲームまでフラグが決まっちゃうんで、ここでスイッチも引くイメージ。このあとハットイン。 OK。 第一関門突破。 40% OK。 さああと3ゲームで1回スイッチ目を引くだけの簡単なお仕事。ちょうどいいところに頭がありますね。はい、強チェリーですね。いやうましい。3層目クリア。アスナありがとう。で 75% ループですね。5回保証の 75% ループ。マジで壊れるとき全然400枚とか500枚乗るんで、ちょっと期待しよう。
で個人的に結構なんか右から押して一角一冊とかあると思うんですけど、普通に従って楽しんでる方が個人的に結構面白いですね。残念、120枚下手すぎマジで下手すぎ、保証で終わった。あ、でもとりあえず700枚出てくれます。さあ、ボスバトルゲーム2、7ゲーム勝てばキャラの背確定。そう、ここがクセモノなんですよ。結構突破できないこと多いんで。でもここでキータが初めて二刀流を使ってスターバーストストリームしたんで、どうぞ見てたんです。アスナ 70% 期待度はさすがに外さない。アスナ OK、 あと一つ、あと一つ出ろ。とりあえずさあ、エギルはヒーローになれるのか。ああ、2ゲージ削った、渾身の一撃、青デフォルト。うー、アスナじゃない、ダブル攻撃、シングル、ダサテシカットイン、ない、これは厳しい。はい、だいぶ頑張りましたよ。復活もない、4855枚。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でもないんですけども、まだ、中間発表ということで、ただいまの時刻は16時8分ということで、おなじみの中間報告からやっていこうと思うんですけども、はい、現在私はハーデスからバイオセブンに移動しまして、総投資が46本で下皿に600枚ぐらいあるかなということで、あ、自分はずっと SA を打ってる感じですね。ちょっと何とも言えないです。このままもうちょい打ちます、もうちょい探るということ で、はい、でまだ打ちますもんね。まだ打ちます。サイトももう少し、ま、始まってないんで続行する形で、はい、今後のということで、この後どうなるのか、はい、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。終了画面はデフォルト、あ夕方スタートやったかな、はい、2セット280枚。はい、という感じで本日の実戦の方終了しました。早速終始と実戦データの方とバンと出しておきます。スワイプしたの高設定した弱だけ多かったんですけど、まあちょっとね、過去のダイトさんの騎士を考えるに高設定した弱はまああくまで弱なんで、信用しすぎるのは危ないかなと思いましてやめました。今日はたくさん差し入れいただきまして、いつもいただいてる差し入れ美味しくいただいております。もうエナドリとかすごく助かりますね。しゃくれてんなしゃくれてんな、しゃくれるパンダ、またお会いしましょう。さらば。さあ、ということで本日のデータも紹介していきたいかなと思います。まず結構朝一奪ったのが北斗ですね。あー、いいですねこれ。朝一16回、だいぶゴリゴリな、これもいいな、だいぶ綺麗ですね。しっかり出てますね北斗。今日は番長がかなりいい感じ出てます。てかもう全然開かないんですよ。開いたら移動しようかなと思ってたんですけど、ずっと稼働してるんで、もうそういうことだと思います。なんかパンタワーに3回出てる台とかも確認してますんで、いつも結構手玉積んでて別積みして、でしっかりもう札も刺さってるんで、いつも強いカバネリですね。でまあ全でしょうね、このスバ3台、まあ、2のつく日ということで、今日は系列店様で何かしらの仕掛けがあるということで、全系でいいんじゃないかな。